どうも、オプショントレーダーの熊谷です。今日もテクニカル分析を中心に今後の日経平均の動きを考察していきたいと思います。NVIDIA がまたもや行転決算、市場の不安をよそに株価は爆上げ、日本市場も半導体が牽引して、 3万9000円を日経平均でね超えてきましたえそこで今日は月末に向けて私だったら今のチャートの変化でオプションをこれからねこうしようかななんていう考察をしていますもちろん相場感の話なんで先物や現物にも参考になるんじゃないかと思っていますぜひ最後までご覧くださいそれでは早速5月24日日経225オプション考察始めていきましょう はい。それでは5月の23日、相場外況からです。日経平均39,103円、486円高、プラス1.26%、トピックス2,754.75、プラス17.39で、プラス0.64%、グロース615.48、マイナス9.18で、マイナス1.47%と、まあ、今日は半導体の強さと、グロースの抜けた弱さが目立った1日だったなという気がしています。え次にバイバイ 今日はちょっと、ね、盛り返してきましたプライムが4兆4084億円スタンダード1447億円グロース1078億円。 ということで、まあ、今日その代わりスタンダード減ってるので、まあ、スタンダードの分、プライムに行ったかな、そんな感じですかね。え次にビックスと VI なんですが、ビックスがなんと11.60まで下がってます。まあ、昨日もニューヨーク強かったし、NVIDIA の決算でもう相当市場は安心感出てしまっていて、これ11.60、昨日12.09ですから、大幅に下がってなんと11。さすがにちょっとね、やりすぎなところに来てる気がするので、 アメリカの市場はそろそろ要注意かなという気もします。日経 VI も、まあ、今日一時ね、あの600円近く上がってましたから、16.25、0.86のマイナスということで、こちらも大きく、まあ、マイナスということで、まあね、あ日本はまだ高値圏というか、その前回の高値まで戻ってませんが、まあ、ちょっと欧米、日、かなりボラティリティは低下、楽観相場になってしまっています。 はい、今日はオプラボのメンバーシップのお知らせでございます。え今日はですね、レンジブレイクっていうチャートの、まあ、 メンバーシップ動画が2月の25日にチャートの作り方からトレードの考え方ご紹介しておりますが、まあこれ昨日、おとといなんかもね、動画で出してます。非常に重要なんですね。月1か2ヶ月に一遍ぐらいしかサインが出ないので、出たら勇気を持ってポジションを取るべきと。で、一回ここで勇気を持ってポジションを取ったら上髭で、ね、跳ね返されたんですが、前回、前々回、その前全部レンジブレイクしたら、一旦こうやってね、 戻ったりするんですが、その後下にブレイクしたら急落、上にブレイクしたら急騰という中で、またここのレンジがついています、5月23日、これ、本当に最新のチャートです、3万9288円が今、このレンジ上限なので、もし今日ニューヨーク、ナイトでここ抜けてくると、上に走って、ですねあっという間に3万9500円抜ける可能性があります。ですからここ抜けた場合は ちょっと要注意だし、まあ、もしかしたらね、私なんかちょっともう入れとこうかなと思ってますが、えー、39,304円とか305円ぐらいのところまで行ったら、まあ、ちょっと上ヒゲつけた場合はね、損失になりますけど、寝てる間でももう勝手にね、逆差し寝で。 先物買いしようかなと思うぐらいの重要な今またサインが出ています。あの超えたらですよ。超えなかったら別にただのレンジということですから、まあ、非常にね重要なチェックポイントになっています。こういったチャート興味のあるなという方はぜひねメンバーシップ覗いてみてください。この動画の概要欄にリンクがあります。チェックしてみてください。 はい。それではチャートの方を見ていきたいと思います。まずは日経平均の現物。まあ今日は下髭からね、陽線引いて、まあまあ半導体が強くてですね。で、その後も、まあ一旦ね、ちょっと押し返されたりなんだかんだしてたんですが、最終的には39,103円まで伸びて、まあ上髭もほとんどなくということで、なかなかね、しっかりと強いなという感じ。あ、ごめんなさい。これ25日はね、38,288円ですね。ちょっとここ更新するのを忘れておりました。38,300円ぐらいのところに今25 25日が走ってますから、もう3万9000円ですからね、25日をかなり上抜けていると、そして先物で見てもですね3万8302円なんですが、先物で重要なのは、25日の移動平均がこれ上向きになってきてるんですね、これも翌日の24日の足が出たことで、これ25日前っていうのが大体この辺なんですねなので、もう1回ドスンと下がって、 でであと、この下値が全部ねあの、外れていきますから、で今、ここですよね、つまり、ここよりも株価が上に来ているので、この辺どん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 日にちが進んだときに、ここから急落さえしなければ、この下の値が外れていくので、これ、25日ずっと上がっていくんですよね、えー、3万9000円ぐらいまではじりじりっとね。ということなので、中期移動平均がようやく上向いてきました、これでね、だいぶムードが変わってきたということになります。そして 肝心の転換線もえっと、今日の上昇、半導体の上昇で、これ、奪還しました。昨日割り込んだんで、これでね、NVIDIA の決算が悪かったら大変なことになるなと思ったら、ここを切り返したので、これによってですね、一目均衡表、冷やしベース、一気に見た目が変わってきました。まず転換線をこれ、奪還したことで、 結果一日だけですね、レジスタンスになるんじゃないかという心配が、また転換線にサポートとなって、転換線の上で推移してくれそうだということと、この26日前の地高線がですね、急落してくる、まあ、ソク足に沿って、NVIDIA の決算だとこう下がるんじゃないかという、まあ、ちょっと警戒をしてたんですけど、 まあまあね、上昇して横ばいですから、もうこれ、ローソガシにぶつかりました。もう3万9000円ぐらいでウロウロしてくれれば、これこのまま横に抜けます。まあまだ24日の足でようやくローソガシにぶつかったんですが、まあこれ明日のね、金曜日のナイトセッションから27日、月曜日の足が出ると、おそらくもうこれ抜けますよね、横でも。ということで、まず地高線がいい形に変わります。そして雲も、 27日の足にはですね39,140円ぐらいでちょうどこの辺ぶつかりますから。 今の水準でいるだけでも27日の足、ないしは28日の足になると、この雲の外に、まあ、抜けるというか、横ばいで抜けるんですよね。まあ、その後ねじれるんですけど。ということで、一気に一目均衡表、三役好転になります。これ、本当にね、転換線が逆転したら三役逆転になるような、ここ下落でね、まあ、非常に瀬戸際だったんですが、N ビリ a の決算がすごく良かったことで、一気にムードが変わりました。これはね、非常に大きいです。中期の 25日戦も上向きになったし一目均衡表も三役好転が間近ということで、まあ、一気に見た目が変わってきているよというところですねそしてアルンオシレーターとか、まあ、その他ストキャスとか全部天井サインがついていて下落の 5MA クロスになったら目先ショートですよって言ってて昨日 NVIDIA の決算の前までは株価がここ陰線だったので下落の 5MA クロスだったんですけど NVIDIA の、ね、決算で全戻しから 上昇になってですね、これまた5日戦上向きに戻ってきました。なので、下落の 5MA クロス否定したので、ショートではない。まあ、このあたりがやっぱり難しいんですよね。この終わり値判定しないと、ちょっと早めに、ね、さあのポジション取ると、損切りしないといけない。もちろんね、下に行くことを。 ににかかかけてて早めにポジション取ってもももううままくくいいくありますすら、まあ、それはもう分かんないですよねただ、n v i d i a の決算みたいな大きなイベントがあらかじめ分かっているときは、まあ、無理をしなくても良かったというところで、まあ、結果的には冷やしで見るとこれショートサイン否定されているのでまだショートできないという形に変わりましたそして中期 GMMA も、まあ、これ、要点してからです、ね、ずっと上昇してきていて、まあ、ここもね一旦ちょっとまた こうインテンねデッドクロスするのかなと思ったらまあここ切り返したことで形が変わっているのでまあまた少ししばらくの間中期 GMMA GM も上昇トレンド継続ということになりますそして、えっと、この受給面ではこれは先物ですけど、まあ、信用改ざんとか最低改ざんとかね非常に改ざんが多い中先物も,も次の上値目処っていうのは38,900円どころとそして 3万9300、3万9500どころ。今日もちょっと朝方この辺でね、揉み合ってたと思うんですけど、まあそれを抜けてから3万9000超えてしっかりと。まあそんな動きになったと思います。ただ、 昨日あ、昨日じゃない、この2日3日前ですね、39,300円と39,400円台で押し返された、まあ、次なる受給の壁ってのもあるので、ここを今日あたり抜けていくかどうか、今、まだ39,170円とか、それぐらいなんですけど、まあ、もうちょっとね、上がった時に打ち返されずに、ここを超えていけるかどうか、もう一回ね、チャレンジすることになると思います。そして、冒頭でお話をしたレンジブレイク、ブレイクポイントですね。 39,288円に、また、上の、 レンンジサインが出ていますつまりここを抜けるると上に走る可能性があるんですね一、まあ、回ここ一回二回と上髭で押し返されていてまあちょっと需給の壁を感じてるんですがそれを三度目の正直でポーンと抜くとですね今度は上にストストもうあっという間に4万円、まあ、こういう展開は十分あると思いますまあそれぐらいエヌビ i アの決算良かったんでまあアメリカの金利さえここから上がっていかなければね、まあ、もしかしたらスルスルと日経平均ベースでいうと4万円どころ まではあるかなとなので、ここ上にレンジブレイクすると非常にまあ重要なんですね。あのそこからスルッと1000円ぐらい上がってもおかしくないよという話にはなります。ということで、じゃあ今のチャートを見てですね、ここからまあオプションね、まあ、NBDA の決算出るまではまあちょっと様子見ようかな。でもそれ終わったんで、じゃあどう考えますかというところで、これはあくまでも私の考えですけど、ちょっとこんな風に考えてますっていうのを、ね、ご紹介してみようと思います。はいえー、とまず コールのバタフライを入れようかしら。で、さっきのここね、ブレイクしたら上に走るんで、これはコール外。まあ私は基本的にカバードコールをする派なので、コールの短期外というよりはカバードコールをすると思います。で、でもね、カバードコールして、まあコールバタフライでやや上、そしてカバードコールでたくさん上にかけた 場合でも、まあ、結局ちょっとやっぱり上値が重いねと3万9500円とかもしくは4万円が見えてきたところで押し返されてというような、まあ、ちょっとね上昇一服になって上髭品陰線引いてきたらファーのコールの売りを追加してこのコールバタフライのコストもしくは このカバードコールをしたときに、まあ、もしね、マイナスになってしまった時の、まあ、補填のために上髭品線ついたら最後、ファーのコール売りを入れて締めると。まあ、そんな感じですね。まあ、こういう感じでちょっと考えてみています。具体的にちょっと見ていくと、まずこんな感じです。これね、現在。 今日の、うん、と21時57分の先物なんですが、39,288円、これレンジブレイクポイントですね。で、39,750円を軸に500円ずつ上下の1000円幅バタフライ。これは今よりもちょっと上に行くだろうとチャートが変わってきたんでね。なんだけど、私はまだまだ受給とか、それからファンダメンタルズ、そしてこれから日銀に向けてですね、やっぱちょっと上値は重いんじゃないかなと。これはあくまでも私の 相場感で,すよで、すよここで書いてるのはあくまでも投資助言でも何でもなくて、こういうアイディアですからね、はい、そこ間違えないようにお願いします。で、まあ、今現在ですね、この21時57分、5月23日、21時57分現在で、 あのしてる終値ベースです、まあ、ちょっと一応板を見てそんなにねかけ離れてないのを確認してますがだいたいこれぐらいで取引できるんじゃないかというところです3万9750円のコール2枚売りますで500円上と下を1枚ずつ買うと660円の売りでね660円もらえるのに対して725円のお支払いですから2枚買ってね65円分のコスト6万5000円 まあこれはフル、あの通常サイズのオプションの場合ですけど、6万5千円のコストを払って、まあマックスは43万5千円とかそんな感じなんですけど、まあバタフライはね、そんな先っぽで決まることなんてないので、あのマックス利益はあんまり考えずに3万9250から4万250の間で S q 迎えてくれれば、まあとりあえずね、あの利益になるかどうか六65円以上、あのプラスにならないといけないんですが、まあまあまあ、で、この65円はできればこのポジション 以外で補填したいですよねっていう話ではあるんですね。で、ただ、ここをね、39,288円のレンジブレイクをしてですね、上に抜けた場合は、この、もしかしたら4 2百5 0を飛び抜けちゃうかもしれない。そこに対応するために、まあ、コールを買います。もしくは、カバードコール。私はカバードコールをするので、39,288を終わり値で超えたらなんですが、まあ、寝てる間にね、 もしかしたらもうバーンって上行っちゃったら困るので私だったら39,340円とか350円ぐらいに先物の,のミニ買いの1枚これ逆差し値で注文入れときますで寝てる間に刺さったらもうしゃーないです起きてる間に刺さったらこのミニコール200円ぐらいのところを1枚売りますまあこれおそらくここが刺さるぐらいで起きていたら4250円ぐらいが200円前後で まあ取引できるんじゃないかですですも夜中だったら板も薄いしねどこで刺さるかでもうちょっと240円ぐらいかもしれないし今が195円なんで39,170円でねだから39,340円まであと170円上がったらまあ普通に考えて、うん、と30円40円ぐらいは価格上がってるだろうなと思いますがそんなところに板があるかどうかわからないので、まあ、これタラレバですけど、まあ、大体こんな感じでね カバードコーコルで、刺さってなかったら明日の朝また上がっていって刺さればある程度板が多い時にこれ取れると思うんですね。いずれにしてもまあ寝てる間にちょっとグーンと上がるかもしれないっていうところのためにまあ、注文を入れて寝ようかしらと。で、先っちょで刺さってね、起きたら39,100円割れてたりしたら涙目ですけど、まあそれはしゃーないですよね。で、最後、あ、ここね、コスト。で、最後、こう、もう、 SQ までどういう動きになるか分かりませんがもう早い段階でちょっと下がってくるとかもしくはいい感じでね39,500円ぐらいでうろうろしてポーンと上ヒゲつけてちょっとうひょっと思ったら SQ に向けてちょっと下がってきたみたいな上ヒゲ陰線をつけてあれと思ったらその時点で、まあ、45円ぐらい。 のコール、まあ、SK に近かったらもう無理する必要ないんですけどこれはあくまでもこのコスト、まあ、60円で建てられるか70円になるか分かりませんが100円以上で建てるんだったら諦めた方がいいかなという気はしますが、まあ、いずれにしても今回例、ね、でいくと65円ぐらいですからじゃあ45円分ぐらいはねやっぱちょっと補填したいなというところでこれを売るとここは利益を取ろうというわけではなくて、まあ、できるだけ。 でこれ、きっちり65円取ってやろうみたいに欲張るとろくなことないので、まあ、無理をせずね、40円から50円の間ぐらいで、250円幅以上、125円幅のマイナー公示価格ではないところで、まあ、ちょっと良さげなところで売りを入れるという感じですね。で、もちろん、これ、上に行ってしまったらですね、カバードコールで、 利益が出るんですけどあのバタフライがオーバーしてしまったらねそのための補填でこれカバードコール入れてるのでこっちの補填はできてませんからこれはそうですね75円とかぐらいでロスカット入れとかないといけないですねはい万が一上に行ってしまったらねなのであしまった余計なことしなかったらよかったなみたいなだか,だからこれはまあ SQ までの日数とか状況を見て必ずしも入れるわけじゃないんですけどまあ期待通りそんな上にずっと行かずにねどっかで垂れてきて下手したらこれ ねえっと、カバードコールもマイナスになって、このバタフライも下に抜けちゃって、みたいなことになると、やっぱりちょっと涙目ですからえ、少しでも補填をしとくと。まあ、動き次第ですね。これ、なかなか下がってこずに強いんだったら、無理にコール売る必要は全然ないと思います。はい。まあ、こんな感じでですね、ちょっとエヌビディアの決算も終わって、まあ、次、PC デフレーターまでは、少し、こう、 ね、よほど変なヘッドラインが出なければ、もしかしたらじりじりっと、まあ、あとニューヨークが金利が上がって崩れなければね、そこそこ、まあ、この辺でうろうろしてくれるんじゃないかという期待をして、まあ、バタフライでの利益を一番角度が高いと考えつつも、抜けたときと垂れたときにそれぞれ、まあ、対応策を考えておく。こんな感じでね、ちょっと、まあ、来週、まあ明日かな。で、私ね、バタフライは多分取らないと思います。なぜならば、ここに、この、 ここね250と750にコールデビット持ってるんですよだから私はあのバタフライは入れないと思いますただあのデビット持ってなかったらおそらくバタフライを入れただろうなという感じでね、まあ、こんな感じでとりあえず上に行きそうなので、えー、そういうポジションで手当てしてみようかなと思っていますはいここからはオプションの手口ですが、えー、まず海外勢合算やはりね今日はさすがにコールが多かったですね9832枚 に対してプットですから、まあ、4倍近い差が出て、まあ、久々ですね123月は結構こういう日が多かったんですがやはり NVIDIA の決算でちょっとね状況地合いムード変わったぞということかもしれませんで今日4万円のコールが4500月曜日の6000に続いて4500ですから、まあ、4万円までいくかどうかは別としても、まあ、これが 売り長いっぺん倒で、はなないいいとと思うんんでですね買いと売りが結構ぶつかかってるんじゃないかとでその上下で、売りと買いでバランス取ってね、デビットとかクレジットかなという気もするので、まあこれ全部買いとは思いませんが、やはりこれだけコールの枚数が出てくると、上ですね、3万9000円より上、もしくは3万9500円よりも上のコールポジションのトレード 圧力が増えてきたんじゃないかな、という気がします。はい、次にゴールドマンですが、ゴールドマンも。えー、プッごめんなさい。コールが二百七十五枚、三万九千七百五十の方を入れてますね。プットは触っていません。で、うん、と直近、これですね、三万九千円にコール買いのプット売りですから。 やはりちょっとね、ゴールドマンで、アムロとかもそんな形、全体的にね、3万9000円よりも上っていう形に海外勢、私が見てる主要なところはそうなってたので、NVIDIA の決算、漏れてたの、分かってたのと言いたくもなりますが、かなり上に調整している中で、株価がそこを超えてきてるということなので、まあ、一 ね、あの3万ただ金利が急騰してきたりするとガラッと変わるので、まあ、必ずしも、ね、あのゴールドマンとか海外勢がちょっと3万9000よりも上強気だからといってまだまだ安心して上だというふうに考えるのはこれだけで、ね、考えるのは浅はかになっちゃいますけどただやっぱり見えてくるオプションのポジションなんかも、まあ、3万9000よりも上に。 スライド調整されてきたかなはい、えー、アムロの方ですがアムロはコールが6600で、えー、とプットが1900ですからこちらも3倍強コールが多いということで,で月曜日に分かっているところではコールは38875と39000円でまあちょっとデビットのような形枚数そんな多くないんですけどねで一方でプット プット売りがですね、3万9000円、3七8750円。このあたりに、まあまあそうですね、2300枚ぐらい。まあ下、3万8500円にプット買いが760枚ぐらいあるとはいえですね、基本的には3万9000円よりも下がらない。上の方はまだそんなに枚数の多いコールデビットにはなってないし、下結構コール売ってたんでね、まあちょっとこのあたりはうまく処分してるんじゃないかとも思いますが、いずれにしても3万9000円よりも、まあ上、 コール外で強くというよりは、プット売りで下がらないよねっていう形でポジションを取ってきているので、まあ、どこまでね、ちょっと上の方を強めてるかわかりませんが、それでも4万円のコールを、まあ、昨日ちょっとね、開示から外れてるんですが、7500枚と、まあ、今週に入って、やっぱりここ、アムロも相当枚数入れてますから、ちょっとこの4万円がね、今、売り買い厚くなってるので、期中に1回4万円ぐらいをね、 目指す可能性も十分あるんじゃないかなと、なので先ほどコールバタフライを4万250円までの幅でちょっと入れてると、<laughs> 私のアイデアですよ、まあ、そんな感じで見ています。はいえっと、次に海外勢のコールプット取引枚数、まあ、やっぱりね、今日コール多かったんですが、月曜日も、まあ、この時はプットも、ね、そこそこありましたが、いずれにしても6月切りで見ると、コールが5万3000枚、プットが3万8000枚。 まあ、3万9000枚弱と、えー、5万4000枚弱という比率になっていて、これ倍率で見るとですね、うん、とあ計算してないな、えっと、1.3倍超えてるとは思うんですよね。ちょっと前まで1.2倍だったんですけど、1.3とか1.35、今ちょっと計算してみようかな。えー、っと動画撮りながら、えーっとですね、5万3763割。 3 8八9 8ですから1.38ですね、はいまあ、あのかなりコールサイドの比率が上がってきている中でやっぱりあの株価は3万9000円を奪還してきてますからまあ単純にこれは取引枚数ですからねコール買いが多いとかっていうわけではないんですけど今まで特に去年からこう見えてきた形でやはりねコールとプット枚数海外勢の取引枚数が多い方に基中やっぱり結構触れるんですねで今4万円のコールが活発になってきてるのであればまあ4万円まで いくかどうかは別としてもですね。もしかしたら3万9000円とか3万9000円ぐらいまでは、突っかける場面も期中あるかもしれないという風うに見ておいた方がいいかもしれません。はい、最後先物です。まあ、今日は結構。 大きな動きをしたのかなと思ったんですが、先物ベースは32万6千枚ですから、まあそうでもないですね。昨日29万で今日32万ですから、今日のなんか株価の強さとか、まあプライムの売買代金なんか見てもグッと増えてた割には、海外税先物自体はそんなに枚数変わってないかなという感じですね。はい。ゴールドマンも8千枚ですから、そこまで何か今日グッと先物を動かしたわけでもなさそうです。引き続き先物ベースで見た場合は、 そこまで動きがね出てないのかなと、まあ、連日ずっとこれ、売り越してきてるので、まあ、もしかしたらそろそろ買いに来てるかもしれないし、まだね、ロールオーバーには、うん、と4日ぐらい早いんですけど、まあ、もしかしたらもう9月切りをちょっと見ておかないといけないかもしれないなとも、ちらっと思っています。はいということで、いかがだったでしょうか、明日の投資天気予報ですが、まさすがにですね、うん、と晴れマークを出したいんですが、気になるのは2点。 まあ日本株は金利の問題もあってですね、上値が重そうだということと、アメリカのビックスがさすがにちょっと楽観しすぎになってきてるので。 手のひら返しがどっかでね、要、ま、人、あ、発言をきっかけにドスン、これは警戒をしとかないといけない水準に入ってきたなという気がしているので、まあ、やはり雲はあるかなというところで、まあ、皆さんもねちょっと株価が急に下に動いたりしたときは、ロングポジションなんかをね、あのうまく早めに対処するなりしとかないと、ちょっとね、楽観しすぎの状況になってきてますから、そのあたりは注意していきたいと思っています。はいということで、今日の動画も役に立ったぞ、そしてこのチャンネル応援してもいいよという方は、チャンネル登録とグッドボタンの方をね、 ぜひポチッとよろしくお願いいたします。いつも見ていただいて本当にありがとうございます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またね